れ、いっちゃん、いつも買ってる焼きそばパンと包装が違うね。うん、今日は別のパンを買ってきたんだ。星野さんが焼きそばパン以外なんて珍しいね。何を買ったの？オム焼きそばパンだよ。今日だけの限定品なんだ。ほら、これなんだけど。わあ、焼きそばだけじゃなくて薄焼き卵も挟んである。おいしそう。焼きそばパンであることには変わりないんだね。よかったら二人も食べてみる？いくつか買ってあるし、お裾分けできるよ。やったー、ありがとう、いっちゃん。じゃあお返しに私もお裾分けするね。せっかくだから私もちょっとだけもらおうかな。うん、みんなで食べよう。3人でカラオケ楽しみだね。うん、あ、私今日行くお店のクーポン持ってるよ。ほら、ちょっと安くなるんだって。気が利くじゃん、ありがとう。ん、でもそのクーポン先週で期限切れみたいだけど。え、ほんとだ。あ、でもお店のアプリを入れると別の割引が使えるってそのクーポンに書いてあるよ。アプリね、これかな。登録するとドリンクバー無料だってさ。おー、ドリンクバー無料いいね。教えてくれてありがとう、小羽根ちゃん。気づけたのはみのりちゃんがクーポンを持ってきてくれたおかげだよ。だね。じゃあ気を取り直してお店に向かおうか。ねえねえ、すごい、パンダのラテアートだ、かわいい。本当だ、もしかしてりんちゃんが作ったの？へえ、メイコさんラテアートもできるんだね。ねえねえ小羽根、私たちもこの後頼んでみようよ。ラテアート作ってるところも見てみたいな。よーし、そうだね、じゃあみんなで行こう。あれ、日の森さん、そんなところでしゃがんでどうしたの？まさか落とし物？ううん、そういうわけじゃなくて、そのこれをちょっと回してただけっていうか。これ？ああ、カプセルのおもちゃか。ぬくぬくこたつ猫第3弾。へえ、気持ちよさそうにこたつに入ってて、すごくかわいいね。もしかして、日の森さんってこういうの好きなの？まあ、かわいいし、人並みには。そうなんだ。お目当てのは出た？なんなら出るまで協力するよ。ありがとう。でももう出たから大丈夫。私の趣味聞くと大体みんな珍しがるんだけど、なんか逆に受け入れられすぎて驚いたな。